追病者です。ブラックです。というわけで、セブニングエレバープリスにやっていこうと思うんですが、今週木曜日ということで、IM ガチャの方がですね、アイコニックモーメント FC バルセロナということで、新イニエスタと新シャビが、こちら入ってますね。今週の週刊 FP ガチャで、ね、見ていきましょうということで、来たね、キリアン・ムバッペ。いやー、今週の大目玉ですね。もうこの選手ゲットできたら素晴らしい。ドリブルとボールキープ、ここが共に4ずつ上がってて、で、一番やばいなって思うのがフィジカルコンタクトがこれ4上がって、選手がレベルまで88とかいくんかな。素晴らしい。ぶっ壊れるんで、で、今週 A でしょ。やばいっす、ね。今週のムバさんって感じ、ね。これ引けたらほんと勝ちですね。ヨシプイリチってこと、今作で言うとやっぱ2列目でかなり強化されてて、決定力の部分なんて5強化。で、全体ベースもね、この選手2強化。で、逆足の線高くてコン7って、ダブルタッチ、ルーレット、コンカー、ライジングとか、スルーパスと強いっすよね。ダニパレホということで、ビジャレアルですね。まあ、全体ベース2強化、まあ、ボールコントロール5とか、強化されてて、まあ、決定力もね、87あるんで、前作からずっと調子いい感じするね。ただ、スピード心配ちょっとないかなっていうところですね。まあ、そう、使うかって言われるとね、ウイレだとね、そこまで使われないという。ウンティティ、バルセロナ、左利きのセンターバックですね。まあ、左サイドバック適性も最初からついていって、足元もそれなりにあると。今週 A だったらね、本当なんか使う価値ありそうな感じはしますけどね。バルセロブロゾビッチというか181センチですね。もう一声能力値欲しいかなっていう感じかな。ユースフ・アンヌシーディ、189センチと。でかい。オフェンスエースなんて8。決定力がこれ8上がってて、でスピード瞬発あって、あ、フィジカルボディコン、これいいんじゃない。逆足で3、4の5で、ダブルタッチミドル、ラインブレーカー。あー、いいですね。結構いいですね、この選手。マリパンというか、センターバック193センチ。でかい。さあ、ということで、ヘディングが5。あ、インターセプトもついて、マリパン。あ、でも28か。スピードがギリ80手前ぐらいで終わるのか。なるほどね。なんかすごいね、これね。キーパー。でも181センチはあかんぞ。ちょっとね、アウトなんだよね。格好はセーフなんだけど。アウトです。そう、マンチーニですね、190センチ。マンチーニってクラブセレクションでも結構入ってて、なんかよく来る、俺持ってるもん。スピード瞬発もあって、フィジカルもそれなりにあると思う。今週ね、もし調子いいセンターバックいないんだったら入れたいセンターバック。そう、ダニーロですね、左右両方できるサイドバック。そして若手枠のね、このマシュー・ホープという191センチ、19歳。希望。オフェンセンス、これすごい上がりをしてますね。71からなんと、84という13あってんじゃん。決定力に関しても70から85。おお、すごい。すごいんで、強化幅が。スピード瞬発もあってみて、マシュー欲しいかも。コントロールループとマリーシャがついてスーパーサブなんですよ。あー、すごいじゃん。ということで、意外と今週の周回 FP ガチャはまあいいんですけど、爆当たりはこれでしょ。そうだね。ムバッペ、ヨシプイリチッチもかなり強いと思う、この作で。ずっともはムバッペだね。そう、まあただムバッペ行きたい。ただ気をつけてください、181センチのキーパーいます。セーフ。フランス、彼出てくる可能性もある。ムバッペ怖い。ムシリリとかいうやつでも結構いいし、フランス落ちたら2分の1。センターバックもあるし。あ、でもマリパンもいいんだ。うん。え、あー、スペイン、ウンティティ、あ、パレホー、もったいねえなー。ちょっと走らせてもらう。なんで気持ちね。さすがにそんな挟む必要あるか。おい、めっちゃ赤い選手が来るよ。赤い国？スペインじゃない？また情熱の国。あんな赤いピンクの。スペインでもあれだ、プラス3人いるな。でも欲しいと思った、うん、まあそうなんだよね。お、フランスガチャ。え、気をつけてください、181センチのキーパーいます。セーフ。あー、ナイスキー、ナイスキー。おめえかよ。黄色多いね。マリパンの方がよかった。はい、こんぐらいのね、そのおにぎりをください。いやー、すごいね。ポイスして。いや、いいよお前。何でも使ってやれよ。181じゃ無理だ、さすがに。さ あ、もう最後落ちるか、ね。まあでも通常でもいいんだよな。通常でもバット持ってくからな。通常でもいい。まあそれもあるよ。おかわりチャンス、おかわり戻ってくる。あー、ナイスキー。うわ、すごいじゃんお前、引き。うわ、でも楽しいね、やっぱりね。おかわりしちゃいましたってね。やばい、でもこれがガチャだからね、楽しいわ。さあ、行きましょうか。まだし、ムバペ引きます。パレホとキーパー2体は、そこの底引きなんで集中。危ねえこれ。黙れよフランス。フランスまず落ちるっていう、これだな。ここだな、今。もう右で蹴っちゃう、右で。右で蹴っちゃう。オッケー、オッケー。俺が主人公だ。ミュータのタートルが来た。投票ガチャで来んのかな、ムバッペ。いや、来ねえよ。いいっすか。
走っちゃっていいっすかって顔して、ね、みんなさ投票ガチャね投票してるだろうから、すごい前の人が生贄になってる。キーパー2体とパレホは確かに、キーパー2体とパレホを生贄に捧げてムーバッペしようかみたいな感じだね。まあそういうことやな。素晴らしい。あとはホープだね。ホープだよね。ホープ。あとヨシプ。俺ヨシプも結構当たんのよ。イタリア、イタリアのヨシプ。おいちょっと待って、これかぶり勘弁してくれよ。え、あーマリパンじゃん。これマリパンだよね。センターバック、え、めっちゃいいじゃん。こっち来てほしかったわ俺。最後、最後地学に落ちてよ最後な。いや頼むぞ。なんか青でいい、青知らんとこ。お青も全部フランスや。またムバッペとか、すげえ青かぶり、すごい。もうムバッペが来たくてしょうがないってことでしょ。そう、大量発生。キーパーのダブルとは違うぜと。素晴らしい、いい引きだった。まあまあまあ、できればね3点は分かるんですけど、でもムバッペゲットできればもう文句は言いません。俺ね、ちなみにね FP ムバッペ持ってなかったのよ。あ、そうなの。そう、今まで持ってなかったから本当に嬉しいです。で最後ね、ちょっとライブアップで、はい、カゼミロ B だね。今週カゼミロ使いますよ、ね。うん、レバンドスキとかも B で、あとキーパーの手足提言、はい、クルトは B、 インモビレも B、 マルキニオスも B、 ハンダのピッチ B か。結構こんな感じで、あ、黒まあまあまあ、でもセンターバックだとシクリニアルとか、なるほど、まあ、さっきもね出てたユンティとか、あ、ゴレツカも B だ。あ、ドンちゃん B じゃん。そうね。デボンサーバダとかもあれだね。あ、でもセンターバックあんまいないね。そう、センターバックね地味に結構いないんで、ここ大事っすよ。で不調はあノイヤーとか、 あでもあんまいないね。もうノイヤーしかいないね。そう、 C が多いんだよ。あれだね、バイエルン勢がちょっとやっぱりなってるねっていう感じなんでね、はい。まあちょっとあのチュッパイニエスタもねこういますよと、チュッパしてる、ね、どっちが強いんだろう。まあそこまで熱くはない、 IM はね。まあ週間もめちゃめちゃ熱いんで、まあいい選手ゲットしてみたいな感じでやっていければなということで、キーパーもね、あの先週のあの神ウィーク期間みたいな感じで監督すごいいいやつ来てるよっていうのあったんだけど、その監督が大体いるから、また今週もね、そう、なんかツイドラまだ変わってないみたいな、ね、そう、ツイドラとかも狙っていけるんで、まあそこら辺も監督ちょっとこまめに見てもらえればなというふうに思います。このようなゲームのぜひチャンネルの高評価よろしくお願いいたします。チャオチャオ、バオ。